バクセイ・チャムクロンは、カンボジアのシェムリアップに近いアンコール遺跡群の小さなヒンドゥ教寺院である。寺院は、芝神に捧げられ、芝の金色の像を保持していた。バクセイ・チャムクロンは、南大門からアンコールトムに入るとき左側に、見られる。バクセイ・チャムクロンは10世紀、息子であるオーハル・シャバルマン一世により、父やショーバルマン一世に捧げられた。寺院は、 ラージェンドラバルマン2世によって完成した。惑星チャムクロンという名は、よくかで守る鳥を意味し、王が行為されたアンコールから逃れようとしていた時、巨大な鳥が舞い降りて、その翼の下で王を守ったという伝説に由来する。東側より、惑星チャムクロンの位置この寺院は、レンガやラテライトなどの耐久性のある素材と砂岩の装飾により建築された最初の寺院の一つである。 当初はレンガの周壁がピラミッド型寺院を囲んでいたが、東側の東門もわずかに残る。痕跡以外ほとんど完全に消滅している。平面図ピラミッド型寺院の4段のラテライトの基段は直径27メートル、頂上部では15メートル、高さは12メートル。4本の階段が基段の頂上部まで伸びる。レンガの中央指導が8メートル四方の砂岩の基盤に、 かつ。東の扉が開き、他の三面には通常の儀比がある。義比寺院の外面の化粧漆喰は大半が失われている。中心の砂岸のマグサはインドラが三つの頭の像をアイラーバタの上に立っている細かな彫刻で装飾されている。花輪模様がインドラの両側から遺跡に一般的な様式で広がる。碑文が小さい戸口の両側にあり、 ジャイアーバルマン2世からのクメール王朝初期の王たちや、同じく国家の祖先であるインジャカンブーなど、より以前の伝説的な王たちへの封建と賛美が、記される。マグサの装飾。アイラーバタの上に、インドラが、両端にはガネーシャが掘られる。ありがとうございます。